ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は日本神話の英雄を11人紹介するぜ。前は神様について紹介したけど、今度は英雄か。ああ、日本神話にはびっくりするくらい強い英雄が存在するから、こっちもめっちゃ面白い内容になってるぜ。日本神話の英雄って言うと、あんまり思い浮かばないから楽しみだわ。各英雄の概要や伝説、強さなんかを詳しく語っていくから、ぜひ一緒に最後まで見ましょう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。一人目はヤマトタケルだ。日本で最も有名な英雄の一人で、ヤマトタケル伝説でも知られているな。女神転生にもいたわね。今から約2000年前の古代日本の皇族である、第12代景行天皇の息子として生まれたぜ。怪力を持ちながら頭脳明晰でもあり、その才能を使って数々の武勲を立てたんだぜ。英雄で王子様？最高ね、求婚したいわ。ヤマトタケルは性格がヤバいからやめた方がいいぜ。え？いやまた別の意味だな。ヤマトタケルには実の兄がいたが、ちょっとした間違いでその命を手にかけているんだ。マジで？なんでそんなことになったの？ある時景行天皇と兄の間にいざこざがあり、気まずくなった兄は食事の席に出てこなくなったんだ。景行天皇、なんであいつ出てこないの？ビキニーと勘弁やで。タケル、あいつに顔を出すよう言ってきて。ヤマトタケル、丘の下。全然来ないな。ちゃんと言ったんか？はい、言われた通り手足をちぎって押しつぶして捨てました。は、全然意味違うやんけ。こいつサイコパスやろ、こっは。マジで怖。まあ日本書紀では兄は左遷させられたとあるから、やや脚色されたものかもしれないな。ヤマトタケルを危険だと判断した景行天皇は、彼を無茶な討伐や遠征に行かせるようになったぜ。彼を自分から遠ざけて、あわよくば命を落としてくれればいいって魂胆だな。実の父親なのに、ひどい仕打ちね。だがヤマトタケルは怪力と持ち前の頭脳、そして彼を心配したおばの助けもあり、次々と遠征を成功させて功績を立てていったんだ。しかもヤマトタケルはこの時まだ10代の少年だったというぜ。マジで？めちゃくちゃ有能じゃない。ああ、九州の暴れん坊、熊祖兄弟を助走して油断したところを倒したり、他にも、出雲タケルを知略で討ち取っている。どんな知略を使ったの？まず出雲タケルと友達になったんだ。敵と友達になっちゃったの？ああ、そしてある日、彼に剣の稽古をしようと申し出たんだ。その時に自分は真剣を持ち、彼には偽の刀をあげたんだ。出雲タケルは剣を鞘から抜いた時に偽の刀だと気づいたが、時すでに遅し、ヤマトタケルはそのまま出雲タケルを切り捨ててしまったぜ。ちょっとやり方が卑怯じゃない？古代日本では少し価値観が違うんだ。スサノオがヤマタノオロチを酒に酔わせて退治したように、こういった方法はむしろ戦術や知略として、称賛されていたんだ。まあ確かに日本人は知恵と工夫が得意な民族だしね。そういうことだな。数々の敵を倒したヤマトタケルだが、ある時慢心してしまいミスを犯すんだ。どんなミスをしたの？ある時伊吹さんの荒ぶる神を退治するよう命じられたんだが、遠征の際には必ず持っていた宝剣、草薙の剣を置いていってしまったんだ。自分を過信してはダメよ。おそらく素手でも倒せると思ってしまったんだろう。油断しきっていたヤマトタケルは、伊吹の神に笛を突かれて攻撃を食らい、大怪我を負ってしまうんだ。大ピンチじゃない。大怪我を負いながらもふるさとに帰ろうとするが、途中で力尽きてしまったぜ。最後は白鳥になって空に飛んでいったと言い伝えられているぜ。いくら有能でも油断しちゃダメね。まったくだな。二人目は坂の上田村麻呂だぜ。イカ田村麻呂と訳させてもらうぜ。日本史の授業で聞いたことあるわね。平安時代に征夷大将軍として活躍した人物だな。征夷大将軍って？江戸討伐を主な目的としている役職で、当時の武人の最高栄誉職だぜ。朝廷に属さない国のことだな。じゃあめちゃくちゃ強かったの？ああ、一言で言うと完璧超人だったらしい。軍神、毘沙門天の生まれ変わりと称されるほど武芸に長けていて、怒れば猛獣も逃げ出すほど恐ろしいが、笑えば赤ん坊でさえ微笑むと言われていたんだ。体格にも恵まれていて、身長は約176センチ、胸の厚さは約36センチあったとされる。それってすごいの？成人男性の平均が21センチくらいだからな。めちゃくちゃマッチョじゃない。それでいて優しさも持ってるって、まさに完璧超人ね。史実としては、田村麻呂は東北の蝦夷の族長、アテルイと激闘を繰り広げ、東北地方の平定に大きく貢献したわけだな。戦いに決着はついたの？いや、何度か戦ったがアテルイと決着はつかなかったんだ。敵もなかなか手強いのね。そこで田村麻呂は、武力以外で敵を降伏させる方法を考えたんだ。武力以外？どうやったの？東北地方にお寺を建てて仏教を布教したり、蝦夷たちに農耕を教えたりして懐柔を図ったんだ。見事作戦は成功し、蝦夷たちは次々に降伏してアテルイの戦力を削ぐことができたんだ。日本の英雄って、頭いい人が多いのね。そしてついに関連したアテルイは降伏し、東北地方の平定に成功したんだ。また田村麻呂は各地に、鬼退治の伝承が多く残っているんだ。鬼滅の刃の元祖ね。
ああ、特に有名なのは日本三大妖怪の、大竹丸を退治した話だな。そんな強い妖怪も倒してるの？すごいじゃない。だが大竹丸は、持っていれば不死身になれる宝剣を持っていたため、正面からではとても勝ち目はない。絶対倒せないじゃん。だから頭を使ったんだぜ。大竹丸は鈴鹿御前という女性に惚れていたんだ。しかし実は鈴鹿御前は田村麻呂とすでに夫婦のちぎりを結んでいたんだぜ。あらら、それを利用して鈴鹿御前に大竹丸を誘惑させ、宝剣を取り上げたところを狙って退治したんだ。なるほどね。ただの脳筋英雄じゃなくて、相手が強ければ作戦を練って倒すところが、まさに完璧超人といった感じだな。三人目は牛若丸だぜ。牛若丸って、確か源義経って人のことよね？そうだぜ。牛若丸は源義経の幼名のことだ。史実としての源義経の話も面白いが、今回は、牛若丸伝説の方を語っていくぜ。ほうほう。牛若丸は、源氏の大将、源義朝の息子として生まれたが、平治の乱で源氏は平家に敗れ、父の義朝も命を落としてしまった。牛若丸は母親と共に平家に捕らえられて処刑されそうになったが、いきなり絶体絶命のピンチね。だが母親が子供だけは助けてくださいと懇願し、武士にならないよう寺に出家させるという約束で、牛若丸は助かったんだ。よかったわ。牛若丸は鞍馬山の寺に預けられ、僧侶になるための修行を続けていた。だが、ある日牛若丸にとって転機が訪れる。何が起こったの？牛若丸が鞍馬山で笛を吹いていると、目の前に天狗が降り立ったんだ。牛若丸、天狗が何の用だ？天狗、わいは鞍馬山の大天狗や。お前は自分が何者か分かっとるんか？どういうことや？お前は源氏の大将の息子なんやで。は、源氏が負けてから平家の奴らは調子に乗って悪さばっかりしとる。これからお前に稽古つけてやるから、お前は将来平家を倒すんや。丘の下。へえ、稽古つけてくれるなんていい天狗ね。天狗に鍛えてもらい優れた武芸者として成長した牛若丸は、15歳の時に寺を飛び出して都へ向かった。だがそこへ待ち構えてたのは、かの、武蔵坊弁慶だ。刀集めが趣味の人？誤解を生みそうな言い方だな。弁慶は記念すべき千本目の刀を奪う相手として、牛若丸に勝負を挑んだ。だが牛若丸の身のこなしに歯が立たずに降伏するんだ。そこで牛若丸は弁慶に身分を明かし、弁慶は家来となったんだぜ。牛若丸はすごい身のこなしが軽いイメージよね。牛若丸の身のこなしに関しては、別なエピソードもあるぜ。どんなエピソードかしら？源氏の軍に合流した牛若丸は、平家を相手に数々の武功を立てていき、ついに平家との決戦、壇ノ浦の戦いを迎えた。壇ノ浦の戦いは海の上に船を並べた海上戦となったが、牛若丸はここで船から船に飛び移って、次々と敵を倒して源氏を勝利を導いたんだぜ。マジで？人間にそんなことができるの？これは現代になり、脚力に自信のあるアスリートに検証してもらったが、不可能だということが判明したぜ。一説には、牛若丸は天狗から神通力や妖術を学び、人間を超えた身のこなしを身につけたと言われている。日本の英雄パネー。四人目は神宮皇后だぜ。皇后って天皇の奥さんのことよね？全然英雄ってイメージがないんだけど。まあ、一般的なイメージではそうだな。神宮皇后は神がかったエピソードが数多くあり、日本最強の女傑、武神と称され、現在でも多くの神社で格の高い神様として祀られているんだ。神様にまでなっちゃったのね。実際、巫女のような性質を持っていて、神様を自分の体に下ろして神託を受け、多くの功績を残しているんだぜ。あら、私と同じ巫女仲間ね。同じ巫女でもレベチだがな。どういう意味よ。神宮皇后の主な功績には、熊祖討伐、三冠征伐などがある。熊祖って、ヤマトタケルの時にも出てきたわね。そうだぜ。しばらくおとなしくしていたが、神宮皇后の時代にまた暴れ出したんだ。懲りないわねー。神宮皇后は日本の第14代天皇、十愛天皇の皇后だった。ある時、十愛天皇は暴れ回っている熊祖を討伐するため出兵した。しかし途中で神宮皇后に神が降りてきて神託を受けた。神宮皇后、あんた、神様が西の方に豊かな国があるから、そっちを攻めろ言うてるで。十愛天皇、西の方って海しかないやん。そんな嘘つき神ほっといて熊祖攻めるで。神様、こいつアドバイスめっちゃ無視してるやん。討伐加えたろ。ぐえー。こうして神託を無視した中愛天皇は、神の怒りに触れて崩御してしまったんだ。あらら、これじゃあ討伐どころじゃないわね。ところが、神宮皇后はここから本領発揮するんだ。夫の中愛天皇の後を継いで軍を引いて熊祖を討伐したんだ。しかも軍を指揮しただけじゃなく、自らも名のある武将を二人討ち取っている。やば、まだまだこんなもので驚いてはいけないぜ。熊祖を制圧した後、すぐに神託の通りに西の海を渡って白木百済高句麗の三国を従わせ、三冠征伐を成し遂げたんだ。仕事が早すぎでしょ。しかもこの時、神宮皇后は妊娠していたというぜ。スーパーキャリアウーマンすぎて草。日本神話の英雄は、女性も有能なのね。
他の神話の英雄にも引けを取らないな。5人目は竹早スサノオの御子と、イカスサノオとさせてもらうぜ。スサノオはこのチャンネルでもおなじみよね。今回はスサノオの英雄的な面について掘り下げていくぜ。日本を創造した神様、イザナギ。イザナミを両親に持つ英雄神だぜ。どれもナルトに出てくる技の名前ね。ナルトのウチハ一族の技は、日本の神様の名前から付けているようだな。姉は太陽神アマテラス、兄は月の神ツクヨミといったそうそうたる家系だ。スサノオ、アマテラス、ツクヨミはイザナミとイザナギが生んだ神様の中でも、最も尊いとされ、三柱の渦の巫女と称されている。日本神話のエリート一家って感じね。だがスサノオは英雄として語られている一方で、性格や行動は短気で乱暴者として描かれている。そうなんだ。ああ、北欧神話の、ロキと同じように、日本神話の、トリックスターと呼ばれるほどだ。ロキがどんな神様なのかは前の動画で聞いたけど、あれに並ぶってやばいわね。スサノオは父親のイザナギから海を治めるよう命じられたが、彼は全く仕事をせずに泣いてばかりで、そのせいで海は荒れて川は干上がってしまっていたんだ。なんでそんなに泣いていたの？冥界に行ってしまった母親のイザナミが恋しくて泣いていたらしい。あらら、可愛らしい一面もあるのね。可愛いなんてもんじゃないぞ。え？スサノオが泣いたことで暴風が起き、海が荒れて川が干上がったそうだぜ。泣いただけでめちゃくちゃ迷惑ね。それに怒ったイザナミは、神々の世界から追放されてしまうんだ。しかも追い出される時に姉のアマテラスに最後の別れを言いに行ったところ、アマテラスはスサノオが攻めに来たと思って完全武装で待ち構えられてしまうぜ。どれだけ信用ないのよ。スサノオは、受け入れという方法で身の潔白を証明したが、そこから調子に乗り、田んぼを荒らしたり神殿にうんちを撒き散らしたり馬の皮を剥いだりと好き放題したんだ。父に解放してて草。自分の領地をめちゃくちゃにされたアマテラスは、洞窟の奥に隠れて拗ねてしまった。これが有名な、岩戸隠れの発端だぜ。あれはスサノオが原因だったのね。これが決定打となり、スサノオは完全に神々の世界から追放された。当然よね。追放後、お腹が空いたスサノオは食べ物の神様、黄月姫の元を訪れた。黄月姫は追放者であるにもかかわらず、スサノオにたくさんの食べ物を恵んであげたんだ。優しい神様ね。だが、スサノオはこの後黄月姫の命を奪ってしまうんだぜ。は、原因は黄月姫の能力にあるぜ。どんな能力なの？食べ物の神様である黄月姫は、無限に食料を出すことができるんだが、出し方が鼻、お尻の穴から出すというものだったんだ。その現場を見て怒ったスサノオは、黄月姫を泣き者にしてしまったんだ。確かにちょっとアレな出し方だけど、命を奪うのはやりすぎよ。っていうか、今のところ全然英雄神らしくないんだけど。それは、スサノオは日本神話の怪物、ヤマタノオロチを討伐しているからだな。あの首がいっぱいあるやつ？正解だぜ。ここでヤマタノオロチに生贄として差し出されそうになり悲しんでいる、クシナダ姫と、その両親に出会った。王道パターンね。スサノオはクシナダ姫と結婚することを条件に、ヤマタノオロチ討伐を行ったんだ。神様の力を使って見事倒したわけね。いや、ヤマタノオロチは8つの山をまたぐほど巨大で、いくらスサノオでも正面から戦うのは無理だ。どうやって倒したの？強い酒を貢ぎ物と称してヤマタノオロチに飲ませ、泥酔しているところをやっつけたぜ。酒によってやられるなんて。スサノオは見事ヤマタノオロチを倒し、クシナダ姫と結婚したというわけだな。最後の方は異世界追放物みたいな展開になったわね。6人目は安倍の生命だ。陰陽師で有名な人ね。ああ、平安時代に陰陽師として活躍した英雄だな。安倍の生命って架空の人物じゃないの？彼のエピソードはやや脚色されたものが多いが、安倍の生命自体は実在した陰陽師なんだぜ。マジで？ああ、そもそも陰陽師とは、平安時代に実在した占いや天文学、暦の編集などを担当する官職のことなんだぜ。そうなの？妖怪退治が仕事かと思っていたわ。映画や漫画などの影響で、そう思っている人が多いな。普段は天候や吉凶を占い、政治の方向性を決めることが主な役割だったんだ。そして都に災いが起きた時は、陰陽道を使って陰陽や物の気を払っていたというわけだぜ。やっぱりそういうこともしているのね。かっこいいわ。安倍の生命は陰陽師の中でも特別な存在で、強力な呪術やトップクラスの式神、十二天将などを刺激し、数々の災いや事件を解決してきたんだぜ。ワクワクするわね。生命は生まれも特別で、母親は陽子だったと言われている。え？キツネと人間のハーフだったの。ああ、生命の父親が助けたキツネが人間の姿に化けて恩返しにやってきて、二人は結ばれ生命が生まれたとされているぜ。はい、そんな生まれだからか、生命は子供の時から霊力が強く、プロの陰陽師でも見ることが難しい、百鬼夜行を見ることができたと言われているぜ。小さい時から天才だったのね。陰陽師になってからは天皇の命で那須山の天狗を封印したり、四天童子の正体を見破り退治を手伝ったり、儀式で天皇の病を治したりと大活躍したんだ。すごいわね。さらに生命は85歳の時に病でこの世を去ったんだが、
彼の力を惜しんだ不動明王が閻魔大王に頼み、蘇ったという逸話もあるんだ。ま、マジで？不動明王が頼んで生き返らせてもらうなんて、よほどの人材だったのね。才能がありすぎて、ゆっくりあの世にも行けないな。7人目は両面宿儺だ。イカ宿儺と訳させてもらうぜ。いやいや両面宿儺ってもろ悪役じゃない。なんで英雄で紹介しているのよ。確かに宿儺は、日本書紀では、鬼神として語られているが、実は英雄としての一面も持ち合わせているんだ。そうなの？ああ、これからそのあたりを詳しく解説していくぜ。宿儺が現れたのは仁徳天皇の時代で、山が崩れて出てきた洞窟から現れたと書かれている。その姿は頭は一つで顔は前後に二つあり、四本の腕を持ち、それぞれに剣や弓を持っているぜ。怖、いかにも悪そうじゃない。宿儺は天皇に従わず、人民を襲っては略奪を行い悪役の限りを尽くしていたんだ。天皇は軍を派遣して宿儺討伐を行ったが、怪力で足も速い宿儺に歯が立たず、武将、何は猫竹古熊を使わして宿儺を討伐したんだ。結局、めっちゃ悪役じゃない。結論に至るにはまだ早いぜ。まだ何かあるの？今話したことは、日本書紀に書かれている話だが、岐阜県飛騨地方に伝わる話はまた違うんだ。どう違うの？宿儺が洞窟から出てきたという点では一緒だが、出てきた宿儺を見て怖がる村人に。宿儺、恐れることはない。私は仏法や王法を守るためにこの地に来て、世の中に奉仕するものだ。と話したんだぜ。え？めっちゃいい人そうじゃない。飛騨地方では宿儺は仏の化身として、この世に降り立ったとされているんだ。紀州氏によると、宿儺が天皇の命により七名という鬼を退治したと言われている。鬼退治もしているのね。さらに、岐阜県の日流無事には宿儺が人々に危害を加える竜を退治し、その地に寺を建てた逸話もあるんだぜ。岐阜県に伝わる宿儺は、正義の味方なのね。でも、日本書紀の話となんでこんなに違うのかしら？おそらく見解の違いだろうな。見解の違い？宿儺は豪族だったという説もあるんだ。その地方の人から見れば、自分たちを脅威から守ってくれる正義の味方だが、天皇側から見れば自分たちの言うことを聞かない逆賊だからな。なるほどね、立場によって味方も変わるってわけね。そういうことだな。8人目は源の頼光だ。牛若丸と同じ名字ね。いいとこに気がついたな霊夢。源の頼光は、桃園ではあるが源義経の祖先にあたる人物なんだ。へえ、そうなんだ。その時点で強そうね。一言で言うと、最強の妖怪ハンターだな。モンスターハンターみたいね。源頼光は平安中期の武将で、合戦で活躍した記録はほとんどないんだが、数々の妖怪退治の逸話が残されているオカルトマニアにはたまらない人物だぜ。ふむふむ。また、源頼光は、頼光四天王と呼ばれる部下と共に妖怪退治をしていたと言われている。頼光四天王には、鬼の腕を切った、渡辺の綱、金太郎のモデルとなった、坂田金時など、名だたる豪傑が揃ったまさに最強の妖怪退治集団だったわけだ。中二病をそそられる内容ね。どんな妖怪を退治していたの？有名なのは、人を喰らう凶暴な、土蜘蛛や日本三大妖怪の、四天童子だぜ。やばそうな奴ばっかりね。そんな奴をどうやって倒したの？じゃあ四天童子退治の話をするぜ。朝廷から四天童子退治を命じられた頼光だが、さすがに真っ向勝負では勝ち目はない。そこで、身辺鬼毒酒という鬼にとって毒となる酒を手土産に持ち、山伏に変装して四天童子を訪ねた。便利なお助けアイテム定期ね。源頼光は酒をおごる代わりに、一晩止めてほしいとお願いしたんだ。そして身辺鬼毒酒で酔いつぶれさせたところを刀で首をはねて退治したんだ。作戦勝ちってわけね。日本の妖怪退治は、いかに頭を使って倒すかという点に焦点を当てているものが多いな。ちなみにこの四天童子を切った刀は、童子切康綱と呼ばれ、現在も国宝として東京国立博物館に本物が所蔵されているぜ。マジで？見に行ってみたいわ。9人目は坂田金時だぜ。さっき出てきた頼光四天王の一人ね。そうだぜ。金太郎のモデルとしても有名で、妖怪退治の逸話も多い人物だ。ちなみに昔話の、金太郎は、静岡県の金時神社に伝わる伝承が元とされている。へえ、そうなんだ。その伝承によると、父は宮中に仕えていた、坂田九郎と、母は堀物氏の娘、八重切と言われている。八重切が金太郎を身ごもっている時に父親が逝去してしまったため、ふるさとである金時さんで金太郎と産んだんだ。ふむふむ。金太郎は生まれつき怪力で、石臼をハイハイで引きずってしまう赤ん坊だったそうだ。赤ん坊の時からレベチだったのね。成長した金太郎は、やがて山の動物たちと遊ぶようになった。ある日、動物たちと栗拾いに出かけていたが崖にかかっていた橋が落ちてしまい渡れなくなっていた。動物たちが困っているのを見た金太郎は、近くにあった木を押し倒して崖にかけたんだ。すごい怪力ね。また、山で一番強い熊と相撲で勝ったなど、人間離れした怪力を持っていたとされている。たまたま近くを通った源頼光が金太郎の怪力を見て、家臣として加え、頼光四天王となったわけだ。
この時に名前を、坂田金時に変えたと言われているぜ。金太郎の話は知っているけど、そんな続きがあったのね。そこからは頼光らと妖怪退治を行い、活躍したというわけだ。その後の記録はあまりないが、55歳の時に九州の賊を討伐しに行く道中で、熱病にかかり亡くなったとされている。あらら、最後は病気で亡くなっちゃったのね。10人目は卑弥呼だ。日本人なら誰もが知っている名前ね。名前は知っているけど、何した人だっけ？霊夢は肝心なところを覚えてないな。えへへ。卑弥呼は2、3世紀頃に日本にあった、邪馬台国の女王だぜ。岸和神殿によれば、邪馬台国では男性の王の時は争いが絶えなかったが、卑弥呼が女王になると争いがなくなり平和になったと書かれている。政治が上手かったの？政治が上手かったかはわからないが、卑弥呼は、鬼道と呼ばれる呪術のようなものを使い、人々を惑わしていたとも書かれているんだ。鬼道？ブリーチみたいね。おそらくは占いのようなもので、陰陽師のように占いで国を統治していたのではないかと言われている。主な功績としては、中国の義と外交を行い、真義和王という称号を与えられている。それどんな称号なの？まあ、親善大使のようなものだな。その他は？妖怪を退治したとか、その他はわからないんだ。え？これだけ有名なのに？卑弥呼は非常に謎が多い人物なんだ。人前には姿を現さず、限られた人が身の回りの世話をしていたという。不思議なのは、日本の書物には卑弥呼に関する記述がなく、中国の、岸和神殿にのみ書かれているということだ。ミステリアスロリババアだったのね。ロリババアかどうかはわからないがな。さっき紹介した神宮皇后が、卑弥呼と同一人物だったという説もあるんだぜ。へぇ、歴史ミステリーね。ワクワクするわ。ラストは神武天皇だ。日本を建国した初代天皇で、アマテラス大神の子孫と言われている人物だ。さらに母親は和田摘の子孫だとされている。神様の血を引いてる初代天皇ってワクテカすぎね。神武天皇は、古事記や、日本書紀にその功績が書かれているが、架空の人物だったと言われているんだ。え？架空の人だったの？だけど近年では、実在していたという説も出てきているんだ。結論はまだはっきりとされてないがな。やっぱり実在していてほしいわね。神武天皇は5歳の時に全国を統治して大和に都を置くことを決意した。そしてこれに賛同した3人の兄たちと共に旅に出たんだ。そして苦難を乗り越えて大和にたどり着いた神武天皇だが、そこへ当時の大和の国の指導者、長常彦が最大の敵として立ちはだかる。長常彦、なんだその攻撃は、全く効かんわ。神武天皇、なんでや。わいらの攻撃が全く通用せん。次はこっちの番や、おや。情景、うわぁ。兄さん。神武天皇たちは長常彦に全く歯が立たず、さらに長兄がこの時に受けた傷が原因で、命を落としてしまうんだ。どうするの？日本が作れないじゃない。神武天皇たちは、負けた原因は自分たちが太陽神アマテラスの子孫なのに、太陽に向かって弓を放って戦ったことだと気づいた。だから海を渡って大きく迂回し逆側から戦う作戦を思いついたんだ。なるほどね。だが海を渡ろうとすると大荒れで渡れなかったんだ。また問題発生ね。どうするの？兄、なんで和田摘の子孫のワイラが海に嫌われてるんや。おや、神武天皇、兄さん。二人の兄が海に身を投げ、その命を持って沈めて渡ることができたんだ。お兄さんたち、みんないなくなっちゃったのね。兄の犠牲もあり、太陽を背にして長常彦に再び戦いを挑み、見事勝利を手にすることができたんだ。尊い犠牲のおかげで成功できたのね。その後神武天皇は大和の国を平定し、127歳まで生きたと言われてるぜ。やば、めっちゃ長生きじゃん。これで全て紹介したぜ。日本神話の英雄のおかげで、今の日本があるのね。ああ、人間離れした力と頭脳を持ち合わせた英雄たちは日本になくてはならない存在だな。日本神話は別な見方をすると、より面白いんだぜ。どういう見方をするの？例えば両面宿儺のように、当時の朝廷に従わなかった者たちは、鬼や妖怪として討伐されたと書かれているんだ。だがその人たちは地方によっては英雄として語られている。つまり政府に従わなかった人たちは鬼や妖怪扱いにされてたってこと？そういうことだな。坂田金時や源の頼光が退治した鬼も、当時の朝廷に逆らう逆賊を、鬼として討伐したという風に書かれているんだ。日本神話を読み解けば、当時の情勢が詳しくわかるかもしれないんだぜ。オカルトとしても楽しめるし、歴史の勉強にもなるのね。視聴者の皆さんも、日本神話を詳しく調べてみると面白いことがわかるかもしれないから、やってみるといいぜ。じゃあ、今回の動画はこれで終わりにするぜ。ご視聴ありがとうございました。